はい、どうもパンケーキことオキシーレオタと申します。皆さんスプラトゥーンまだっていうかやってますか？しっかりやってますか？僕はもうなんていうか日に日にね、なんかプレイする時間もちょっと減ってってるのかなって感じですね。まあフォートナイトとかやってるっていうのもあるんですが、まあで今回は本気で今ちょっとスプラトゥーンを引退してる人がちょっと多くなってきて、で本気で僕が今日、スプラトゥーンがなぜこんなに廃れてしまったのかというのを、考えてきましたので、ちょっとランキングに、してみようと思いました。では、第5位、まあ単純に、他のゲーム、他のスイッチのゲームやら何やらが面白い。まあ、フォートナイトを僕最近やってるんですが、まあ、スイッチをつけると、まあ、スプラトゥーンより先にフォートナイトをプレイしてしまうとかね、そういうのがもう増えてきました。単純に面白いタイトルが続々出てきて、スプラトゥーンをやる時間が少ないっていうのが、まあまあまああると思うんですが、まあ、これはスプラトゥーンが原因っていうわけじゃないので、まあ、優先度っていうかランキング的には低めにしました。で、第4位、ガチアサリの追加、これによって、ルールが4ルールに増えてしまったんですが、まあそもそもガチアサリが苦手っていう人も多いじゃないですか。でしかもなんか自分がやる時間いつもなんかガチアサリばっかりだなみたいな、苦手なルールってあんまやりたくないじゃないですか。でしかも4ルールってなると、まあ、自分の好きなルールがやりづらくなると、あんまり時間が取れない人もいると思うんですけど、まあ2時間交代とはいえ、まあ好きなルールをねずっとやっていたいと思うんですよ。なんでまあガチアサリが追加されてルールが増えたことによって、まあやれなくなった人が増えたんじゃないかなと思います。で3位、1に比べてスペシャルが弱くなったと思うんですよ。1の頃はね、なんだっけ、スーパーショットだったりダイオウイカだったり、まあそれぞれが強力な、スペシャルだったんですが、2になって、まあどのスペシャルもなんかんって感じの、ちょっとなんか物足りないなって感じのスペシャルになってしまって、なんかそのスペシャルを打った時の爽快感っていうか、その達成感みたいなのが得られづらいので、まあなんかそういったところから離れていってるのかなと思ったり。で第2位、1に比べてそれぞれ武器のメインの性能が弱体化してしまったことも挙げられるんじゃないかなと思いました。これはどういったことかと言いますと、まあ、僕ダイナモローラーを使ってるんですが、まあ、自分が1で好きだった武器が2になって大幅になんか弱くなってしまったということで離れてしまっている人が多いんじゃないかなと思います。まあ例えばダイナモローラーだと塗りも弱体化されたし、攻撃の格殺範囲とかも弱体化されましたし、あとなんかブラスター系だと弾がブレるようになってしまったりとか、まあ、ブラスターはそれでも強いんですけどまあそういったね、自分の好きだった武器が2になったことでめちゃくちゃ弱くなってしまったっていうのも原因になってきているんじゃないかなと思います。で栄えある第1位第1位は、圧倒的な強武器が追加されてしまうことじゃないですかね。もうその武器が追加されてしまってから、その武器一強になってしまっていると、そういったところじゃないですかね。もうオーバーフロッシャーが追加されてから、みんなオーバーフロッシャー使って、こいつは強武器すぎるぜとかね、スプラッドゥーン2は本当に性能の差が激しすぎるっていうところがあるんじゃないですかね。まあそこは結構アップデートでその弱体化されたりとかもしてるんですが、なんかね、もう頻繁にその武器の性能が変わって、まあ、環境がガラガラ変わって、まあ、調整は頑張ってくれているんですが、まあそこで結構なんか自分の持ち武器に対してのなんか安定感がなくなってしまうんじゃないかなみたいなことを考えています。はい、というわけで、スプラトゥーン2がちょっとオワコンかっていうと、まだそうじゃないかもしれないけど、してしまった理由について、
考えて考察してみました。まあとは言っても本当にあの開発の方があの毎月アップデートだったりとか、この前はオクトエクスパンション出してくれたりだとかね、スプラトゥーンは、まあ、盛り上がっているのかな、まあ、なんかその公式の大会とかもね、ありますし、甲子園も始まりましたし、まあ、結構そういったところでは盛り上がってはいるんですが、まあ、プレイヤーはちょっとずつ減ってきているんじゃないかなと思います。特にオーバーフロッシャーの追加で結構減ったような気がします。まあ本当にこっからまたでもいろいろ面白いことが増えて、スプラトゥーンがまた伸びていけたらなと思います。僕はまあそうなると僕の動画もね必然的に伸びるんでねというわけで、今回は本気で、スプラトゥーン2が廃れた理由について考察してみたでした。ランキングにしてみたでした。ありがとうございました。あと最後に、チーターが増えたことは絶対にゲームが廃れる理由になるので、みんなチートは使わないようにしてくれよな。じゃあね、バイバイ。俺に嫌われている、理不尽な査定押し付けて、いつもダイナも殺したい武器を簡単にアプリで流した。僕らはスプラに嫌われている、軽々しく味方弱いとか、軽々しくガチマに潜る、僕らはスプラに嫌われている。